財府の大名小名すべて登城する。浅野様、ご装束。何？ご装束が違います。下ではなかった。江橋大門であった。殿、その気なればご心配に及びません。かようなこともあろうかと江橋大門用意いたしてまいりました。何？用意してまいったと。吉良様の申すことは信用ならず、念のため持参いたしてまいりました。片付けない。殿、早くお見せかよ。はいよ、見せかよ。殿、恐れながら大切なる殿のお体はそのご一員のものではござりません。何とぞ300人の家中赤穂領民一同に心いたされ、今日一日をご辛抱くださりまするようお願い申し上げます。お願い申し上げます。分かっておる。吉良様、しばらくお待ちくださりませ。騒々しい。不肖ながら神月の助、耳はちゃんと聞こえておる。殿中においてさような大声は慎まれた方がよかろう。恐れながらご教授願わしき儀がござりまして。何？ご教授は、もはや勅使ご登場も間近。我らご馳走人はお玄関式台下にてお迎えいたすべきや、それとも式台上にてお迎えいたすべきか、お教え願わしゅう存じまする。さようなことなぜ前もって尋ねに来られぬ。先だってお問い合わせ申せし説は当日ご教示くださるとのこと。たわけたことを。神月の助、さようなことを申した覚えはない。うかつなお人じゃ。そのようなことでどうして今日の大役が務まろうぞ。吉良様、何とぞご教示のほど。ええ、どかしゃい。何とぞお察しぞ。うるさい、話さしちゃえ。吉良様、お願いでございます。何とぞご教示のほど。ええ、晴れの大門にシワが寄るわ。吉良様、いいえ、くどいわ。中侍には困ったもの。小助け負けや。お前だ。おやめなさい。電柱でござる。電柱でございます。お話しください。
覚悟を存じたる上は尋常にご処置を待つばかり。乱れを直したければお話しくだされ。梶山殿、手向かいいたさぬと申しておられる。貴公武士の情けが分からぬか。浅野殿、脇坂殿、高齢の吉良殿なれば一命おぼつかなく存ずるぞ。やりなされた。